ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。二世議員の不正とか見ると、ほんと残念な気持ちになるわよね。戦国時代にもそんな二代目はたくさんいたぜ。そうなの？もちろん、父の偉業を継ぎ活躍した息子たちもいる。その一方で家を衰退させ、あるいは滅亡させた、ダメ息子もいたんだ。それは切なすぎる。彼らに足りないものは何だったのか、今回の動画で紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは、偉大な父親大友宗麟の息子である大友義宗だ。確かに、大友宗麟って有名よね。一時は北九州を中心として6カ国を支配した、大大名だからな。宗麟の隠居に伴って家督を継いだのが義宗なんだ。とはいえ実権は宗麟が握っており、親子の二党政治という形で国政を運営していたんだ。まだお父さんがいてくれるなら、安心して政治できそうね。大友宗麟って、キリシタンだったわよね。そうなんだ。宗麟は宣教師たちの関心を得るため、ヒューガにキリスト教国を作ろうとしていた。義宗もまた父の意に従って行動していたぜ。へぇ、ルイス・フロイスは当時の大友氏親孝行を残している。宗麟と義宗は、ヒューガにある仏閣や神社を焼き払うよう命じ、実行した。ヒューガに妻と共に隠居するため、宗麟は自らこの地に赴いた。なかなか激しいことしてるわね。実はこの時、薩摩の国の島津義久が侵攻してきたことで日向の国から救援要請を受けて行軍している時だったんだ。つまり、島津軍との戦のために南下していたが、実際は日向にキリスト教国を作るため、行く先々の神社仏閣を破壊し、経典を焼き、仏像を粉々にしたんだぜ。戦には意識が向いてなかったのね。日向の人たちかわいそうね。島津氏と日向の伊藤氏が争っているのは、遥か南だが、宗麟は、戦地から離れた場所で、理想郷の建設と礼拝に励む日々を過ごし始めた。大友軍は約1ヶ月ここに留まり続けた後、主君宗麟をそこに残したまま再び南下を開始。しかし主君が不在となった大友軍の士気は低下するばかり。このような行いを見ていた大友家臣たちは、どんな思いだっただろう。確かにこんな大将、士気上がるわけないわね。そして1578年、日向の耳川で島津軍と激突するが、結果は大惨敗。大友軍の死者は約2万人にも及び、宗麟は、理想郷を捨て、命からがら豊後の国に逃げ帰ってきた。すごい被害だわ。さらに、耳川の戦いをきっかけに、大友氏に従っていた家臣が次々と反乱を起こしたんだ。気持ちはわかるわ。そこへ島津軍からの攻撃が続き、とうとう豊臣秀吉に救援を求め、秀吉も援軍を派遣した。ここで秀吉が出てくるのね。秀吉は島津討伐のため、とりあえず四国勢を中心とした先遣隊を北九州へ送った。1587年、義宗が総大将となった四国勢は、豊後の鶴ヶ城を救援するべく出陣した。軍艦として参陣していた戦国秀久は、諸将が反対する中、積極的に攻めかかることを主張。これは良くない展開になりそう。気弱な義宗は心ならずも賛成し、結果はまたしても島津軍に惨敗するんだ。義宗は戦うことすらせずに府内へ撤退し、やがて府内すら支えることができずに逃亡してしまう。嘘でしょ。ひどすぎない？その後、豊臣軍の来援によって窮地を救われた義宗。秀吉から豊後の国を安堵されて豊臣大名となるんだ。こんなひどい大将だったのに、秀吉に一生頭上がらないわね。そしてここで人生を左右する大失態を犯してしまう。もうここまでも十分失態は犯してきたけど、何があったの？参加した朝鮮出兵での出来事だ。1593年、平壌で明の大軍に包囲された小西行長から救援要請を受けた。しかし、行長がすでに討ち死にしたという家臣の報告を間に受けてしまい、撤退したんだ。ああ、小西軍は自力で脱出して事なきを得るものの、義宗が行長を見捨てた形となり、秀吉の怒りを買った。そりゃそうよね。義宗は名古屋城に召喚され、剃髪して謹慎処分を言い渡される。死こそ免れたが、石田三成らの残言もあって、最終的に改易を言い渡された。豊後を取り上げられちゃったのね。それからは徳川家や佐竹家などに預けられ幽閉生活が続いた義宗。そこで、人生最後のチャンスが訪れるんだ。なになに？ 1600 年の天下分け目の戦いだぜ。おお、この時の義宗は、少し微妙な立ち位置にいたんだ。自身は大阪城に出資しており、嫡男の義則は徳川秀忠に仕えていた。西軍にも東軍にも参加する理由があるのね。さらに、かつての重臣義弘宗行からは東軍に味方するよう説得された。しかし、豊後への帰り咲きを願う義宗は最終的に西軍を選択。毛利輝元の支援を受けて九州へ上陸を果たしたんだ。西軍か。ここで戦った相手は、戦国最高の軍師こと黒田助水。もうダメだわ。ここでも義宗は惨敗を喫して降伏した。
戦後、吉宗は出羽の秋田家預けられ、秋田家の常陸の国への転封に伴って、同地への流罪となった。なんか不運な人生だったわね。ちなみに、東軍に着いた嫡男は旗本として徳川幕府に仕えているぜ。そこだけは救いね。次は長宗我部盛親だが、その偉大な父元親から説明するぜ。元親はどんな人だったの？一回の土佐の国衆から身を起こし、一時は四国全土を手中に収めたんだ。四国全土、有力大名もいるのに、よくそこまで領土広げたわね。元親には優秀な家臣団がいて、その中でも右腕の久武親信の存在は大きかった。親信ってそんなに存在感あった人なのね。親信は佐川城の城主も任せられる、筆頭家老だったんだ。へえ。そんな親信は、元親に一つ言い残して戦場に赴いた。何何？私の弟親直は腹黒く、長宗我部家に災いをもたらすでしょう。決して弟を取り立ててはいけません。親直、全然信用されてないわね。この言葉を残してからほどなくして、親信は戦死を遂げてしまう。切ない。遺言みたいなものだから、絶対守ってあげましょ。ところが元親は、久武は勲功の家ゆえと親直を側近にしてしまった。なんでぇ。その後、秀吉の四国征伐によって長宗我部氏は土佐一国を安堵された。豊臣参加の大名として存続することができたんだ。そしてこの直後、長宗我部氏に激震が走る。何何？摂津川の戦いで嫡男信親が戦死し、にわかに家督相続問題が持ち上がったんだ。それは波乱の予感だわ。元親って他にも息子がいたの？信親の下に、次男親和、三男親忠、四男盛親という息子たちがいたぜ。そうなのね。じゃあ順当に後継は次男かしら。と思うが、親直は徴用の情を無視して盛親を押したんだ。うわ、出てきたわね。どうして上の二人の兄を差し置いて盛親を押したの？上の兄弟たちはすでに竹を継いでおり、長宗我部の家督を継ぐべきではない。との言い分だったらしい。一応言い分はあったのね。しかし親直を嫌う他の家臣たちは、次男の親和を押し、反対したぜ。そこで親直は反対派を粛清するべく、元親にあらぬことを懺言する。最低なやつね。これを間に受けた元親は怒り、重臣たちに切腹を命じている。間に受ける主君も主君だけどね。この重臣たちは、老いである吉良親実、親戚の比叡山親興などで、お家騒動となった。さらに翌年になると、次男親和が急死してしまうんだ。不幸続きだわ。まさか暗殺されてないわよね？それはわからないが、不可解な死を遂げたらしい。こわ。こうして家督相続の件は押し切られた。そして、元親が亡くなったことで盛親が長宗我部氏の当主となったんだ。なっちゃったのね。この後の関ヶ原の戦いは西軍に属したが、そもそも盛親には戦意も勝利への気概もなかった。戦が始まってもほぼ何もできず、気がつくと敗軍の将になっていたんだ。何しに行ったのかしら。西軍にいた盛親は、東軍の徳川家康に謝罪をしなければならない。盛親は兄親忠と共に、親しかった井伊直政を通じ、徳川家康に本領安堵を嘆願したんだ。負けた側は大変ね。家康はこの謝罪を受け入れ、土佐は没収した上で、他の国に領地を与え直す措置を取ることを検討した。寛大ね。よかったじゃない。対して戦闘をしなかったことが、反抗の意思なしと見られたんだろう。しかしここでまた親直が懺言する。また出た。何の条件もなく本領安堵とは怪しいですね。兄親忠が東道高虎と図り、土佐藩国を我が物にしようとしているのでは、というものだった。本当なのそれ？盛親は親直の言葉巧みな懺言に惑わされ、とうとう親忠を暗殺してしまった。もう、なんで親子で親直に弱いの？そしてこれに怒ったのが家康だった。長宗我部氏を改易処分にし、土佐を取り上げてしまったんだ。あらら、家臣の根拠なき懺言に惑わされ、国を失うという失態を犯してしまった。その後盛親は浪人となり、やがて大阪の陣で最後の活躍を遂げた。勝てば国を取り戻せると思った盛親は、ここで真田幸村らと共闘し、勝利を掴んだぜ。盛親の人生で初めての自分の意思で戦闘に参加し、勝利した瞬間だった。すごいじゃない。ただし盛親の夢である国を取り戻す、家の再興はなされなかった。しかしこの一連の流れの原因となった親直は、その後、加藤清正に仕えた。そしてその子孫は、肥後熊本藩で藩主として続いたとされるぜ。親直にダメージがないのがもやっとするわね。今川義元といえば、今川氏の最盛期を築き、戦国時代に東海道で圧倒的な支配力を誇った人物だ。ここからはその義元の息子氏真の話だぜ。義元の息子とか、プレッシャー半端なさそうね。今川氏ってどんな家系なの？今川氏は格の高い家柄で、文化的素養に溢れた当主が代々続いたんだ。戦国武将だけど、雅な感じね。
氏真もまた高い教養を身につけた人物で、その才能こそが氏真の身を助けることになるんだ。へぇ。1560年、桶狭間の戦いで父吉本が討ち死にを遂げ、今川家中に衝撃が走った。いきなり大変。さらに今川氏を支えてきた重臣たちが揃って戦死し、氏真は織田信長に大敗を喫する。これにより今川家の体制は大きく崩れてしまったんだ。家臣たちは弔い合戦を叫ぶものの、氏真は取り合わなかった。まずは家中の動揺を抑えつつ、領国を安定させることが最善だと考えたんだ。冷静な判断ね。こんな戦力がない状況で信長に勝てるわけないもの。領内のインフラ整備や経済政策に重点を置き、受けたダメージを一刻も早く回復させようとした。領内の混乱を収めようとしたのね。しかし氏真の思いとは裏腹に、情勢は厳しくなる一方だったんだ。今川家臣だった松平元康が今川家から独立すると、これに追従して多くの家臣が離反を表明した。松平元康って、後の徳川家康よね？家康は幼い頃、今川家の人質だったから縁の深い家臣だったんだ。さらに甲斐の武田信玄は同盟の破棄を通告してきた。そして、独立を果たした三河の徳川家康と、甲斐の武田信玄の双方から睨まれる形となる。いやいや大変すぎでしょ。どっちも超有名大名じゃない。そして1568年12月、信玄は大軍を率いて駿河へ、時を同じくして家康もとうとう三重侵攻。弱体化していた今川氏にとって、この二面攻撃は防ぎきれなかった。すでに今川家臣たちも調略を受けており、戦わずして撤退するという体たらくだった。かわいそうに、駿府から出た氏真は西の掛川城を目指すが、すでに徳川軍の脅威にさらされていた。1569年 A62 年、半年にわたる籠城戦の挙句掛川城を開城し、徳川家康に降伏。国を失った氏真は、正室早川殿の実家である関東の北条氏を頼った。戦国時代の人あるあるだけど、激動の人生よね。ここまでも大変だった氏真だが、移り住んだ小田原も安穏の地ではなかったんだ。義兄の北条氏政が武田と結んだことにより、行き場を失い、今度は家康の臣下となった。かわいそうすぎない？旧敵である家康を頼るほど落ちぶれ、父親ほどの才能もなかった。牧野城を任されるものの一年足らずで解任されており、ここで武将としての生き方を得るんだ。戦いの才能はあまり育たなかったのかしら。しかし氏真には、教養という生き抜く才能があった。当時の武士たちには、貴族と付き合うほどの教養はない。氏真は京都から訪問する公家や文化人の接待をしたり、徳川家臣たちに和歌の手ほどきをするなど、文化面で徳川家に貢献していったんだ。平和身を助けるって感じね。京都に行った際、桶狭間で争った織田信長の前で煙を披露したというエピソードもあるぜ。このような生き方は京都へ移り住んでも変わりはなかった。徳川家康に庇護されながら、京都で文化人や公家衆と親しく交際し、歌会やレンガ会などに頻繁に顔を出し、やがて京都社交界の重鎮となった。こっちの方が活躍できたのね。氏真は、戦よりも文芸に秀でた人間だったんだろう。戦国大名の後継ぎとしてはいまいちだったが、朝廷と幕府をつなぐ折衝役として一流の存在となった。次の人物は、豊臣秀吉の医師、秀頼だぜ。秀頼ってどんな人だったの？秀吉の子供、意外に知ってることがないわ。最新の歴史研究をもってしても、秀頼の人柄、性格などはほとんどわかっていないんだ。すでに秀吉が天下人だったため、生まれながらの天下人だった秀頼。しかし物事の分別がわかる年齢になった頃には、すでに家康が実権を握っていたんだ。かわいそうよね。当の秀頼はこんな状況の中でも主体的な行動に出ることなく、その意思すらはっきり見えてこないんだ。周りが強すぎて何も言えなかったんじゃないの？それで言うなら、とりわけ母淀殿の存在が大きかっただろう。淀殿からの愛情を一身に受けた秀頼は、武家本来の厳しさや鍛錬と無縁になってしまった。溺愛されてたのね。そもそも豊臣氏は貴族と武家の中間にあたる、武家貴族という存在だ。そんなプライドが武将として成長する機会を奪ってしまったんだろう。まだ天下が落ち着かないうちに、そうなっちゃったのが悲劇よね。しかし、亡き秀吉はそもそも武家の棟梁になることは諦めていたんだ。だから秀吉の思った通りに、ことが運んでいたと言ってもおかしくはない。秀吉は一代で、貴族でありながら武家をも凌駕する存在豊臣氏を作り上げた。なるほどね。秀頼は幼い頃から大阪城の奥深くで世話役の女性たちに囲まれて暮らしてきた。秀頼にとって唯一の相談相手はお袋様であり、彼女の助言なしでは主体的な行動はできなかった。よく言えば母思いだが、それってマザコンよね。はっきり言うなぁ。淀殿の口出しや介入は、徳川氏との交渉にも及んだ。耳障りの良いことだけを信じ、不都合なことは聞こえないという空気が醸成された。
女子の悪いとこ出てるわ。虎視眈々と豊臣家の切り崩しを狙う家康。そこから守ろうとしていた片桐勝元すら、諫言を言うという理由で遠ざけてしまった。その結果、勝元は徳川方についてしまうんだ。ああ、そんな淀殿の介入は、大阪夏の陣の最後にまで及んだぜ。真田の武士は味方の士気を高めるため、大将である秀頼が前線に出ることを望んだ。しかし淀殿は首を縦に振らなかった。武家の大将ならそこは行こうよ。秀頼に主体性があったなら、むしろ自分が先頭に立って出馬しただろう。しかし秀頼には自らの意志がない。お袋様の意志こそが自分の行動で、お袋様がノーと言えば、ノーなんだ。こんな大将嫌だわ。もし戦場に秀頼の近況の馬印が翻っていたら、秀頼は武将らしい最後を遂げていただろう。実際は秀頼と淀君は蔵にこもり自害した、もしくは徳川側に鉄砲で撃ち殺されたとされている。最後は武将らしく、勇ましい姿を見せて欲しかったわね。秀頼は意志のないお飾りの天下人になってしまった。それは豊臣氏を無理やり上級貴族にしてしまった秀吉のせいなのかもしれない。でも、小さい時は親の育て方だけど、大人になったら自分で責任持つべきよね。最後は、織田信長の次男として生まれた信勝だ。これは偉大すぎる父親ね。信勝はよく嫡男信忠や三男信隆と比べられちゃうわよね。信勝ってそんなにダメダメだったのかしら。その答えを端的に表現した、家臣からの言葉がある。三助殿のなさることよ。信勝の行いについて呆れ返っている様子が伺える言葉だ。確かに。でも、お父さんの信長も若い頃はうつけって呼ばれていたわよね。それとはまた別な意味で、信勝の場合は短慮、後先考えず気まま、という印象が拭いきれない。そう言われたらフォローできないわね。まず最初のやらかしは、北畠氏の養子となって10年目のことだ。北畠家の家督を継承して第10代当主となると、北畠信興と改名し、名家北畠家を支配した。え、すごいじゃない。しかし、北畠一族を滅ぼして伊勢を掌握した信勝は、次に伊賀の領国化を狙い侵入したんだ。1579年の軍勢は8000人にも及んだという、信長にすら相談することなく、信勝の独断で行われたこの戦い。これは怒られるでしょ。一気に攻め取るつもりだったが、逆に伊賀州から反撃を受け2000の兵を失い、挙句の果てには伊賀から叩き出されてしまった。ああ、敗因は血のりを得ないこと、事前に何の敵情偵察もしなかったことだったぜ。それはしとかないと。この勝手な行いを知った信長は激怒し、親子の縁を切ると書状を突きつけたほどだった。信長にそう言われたら本気で反省だわ。っていうか、命があってよかったわね。なんとか1581年の第二次天正伊賀の乱で雪辱を果たし、信長の息子としての対面は保たれた。まだ親子の縁は切られてなかったのね。信勝の生後は嫡男信忠と同じ生駒狐で、信長から愛されていた側室なんだ。おそらくそれで、信勝にも甘かったんだろう。1581年の京都馬揃いでは信忠に次ぐ地位に置かれ、伊勢と伊賀2カ国を擁するほどの大臣だった。信長も甘いところあるのね。ところが信勝はまたしても大失態をしでかすんだ。さらに何かしちゃうの？本能寺の変の直後、変法を聞きつけた信勝は近江の甲賀まで進軍した。しかし応戦せずに撤退してしまうんだ。さらに明智秀光が安土城を去ったことを知ると、なぜか城に火をかけてしまった。信じられない。父信長が心血を注いで築城した安土城は怪人に帰したんだ。現代にも残っていて欲しいお城だったのにね。当時のことをルイス・フロイスはこう残している。信勝は知恵が劣っていたので、何の理由もなく城を焼き払うことを命じた。知恵が劣るってすごい言い方ね。城がすべて炎に包まれると、彼は町にも放火したので、大部分は焼失してしまった。そんなこともしたの？後先を考えず行動するあたり、信勝の短慮ぶりが垣間見えるぜ。その後、信長の後継を決める清洲会議の結果、信勝は伊勢、伊賀、尾張を要することになった。結構もらったわね。さらにこのタイミングで北畠から織田に復生している。やがて賤ヶ岳の戦いが始まると橋場秀吉に味方し、120万石を超える大名となったんだ。なんか着実に出世してるわ。しかし、天下取りレースは織田家から橋場秀吉へ移り変わった。そのことをプライドの高い信勝は許せなかったんだろう。家康と手を組んで秀吉に対抗することにしたんだ。ここまでいい待遇してくれてるのに、やばいわね。しかし信勝は古来性のない男なんだ。小牧の役が始まったが、戦況は膠着状態だった。そこで秀吉は、信勝の領国である伊勢に狙いをつけ、盛んに攻撃を繰り返した。さらに信勝に好条件を提示し、和睦を持ちかけるんだ。これは信勝落ちるわね。とうとう家康に黙って単独講和を結び、戦いをやめてしまったんだ。これは家康ブチギレじゃない？
しばらくはおとなしく秀吉に従っていた信勝だが、それで終わる信勝じゃない。まだあるの。1590年天正18年の小田原の役に従軍士選考を挙げたものの、この褒章をめぐって問題を起こした。秀吉は旧徳川領へ信勝を移封させようとしたが、移りたくないと拒否したんだ。この言動に豊臣秀吉は激怒し、ついに信勝は改易となり、全領地を没収されてしまった。最悪すぎる。関東へ流罪となり、出家するんだ。すごい人生ね。家康の取りなしで秀吉から赦免されるものの、かつての地位はもはやない。秀吉の死後に関ヶ原の戦いが起こると、信勝はどっちつかずで暴漢に徹した。しかし、家康からその行動を咎められて捨て口すら失ってしまう。信長の息子に生まれてなかったら、とっくに殺されてるんじゃ。信勝はその後、大阪城に居座るが、大阪の陣では徳川側に寝返ったんだ。信長の息子という恵まれた出自だが、豊臣側の情報を流す患者になり果ててしまった。しかし、その功績が認められたのか、大阪の陣が終わると5万石の大名へと復帰した。そしてなんと幕末まで続く家を残したんだ。すごい生命力というか運の持ち主というか、度重なる問題行動で迷走した信勝。知恵や実力がなくても、運があれば生き残れることを証明した男だ。今回は偉大な父を持つダメ息子たちを紹介したぜ。なんか父親がすごかっただけに、息子のがっかり感がすごかったわ。息子は息子で、幼い頃からのプレッシャーは大きかったかも。すごい父親って誇らしいけど、それはそれで苦悩があったんでしょうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。